久保さん寒いっすね朝朝冷えますね超寒いいやー寒い寒いっすね寒いな寒い と頭回ってないんで、何しようかな。あ、そう、昨日ですね、あの、僕、あの、撮影し,してきたんですよ、福岡で。で、3カメで撮ったんですね。ビデオカメラと、この、こちらのビデオカメラと、あと、一眼レフのカメラと、一眼レフのカメラと、あと、 こち iPhone ですね iPhone で全部 4K4K で撮ったんですよでこっちは SD カードにあのー、撮ったんでこの SD カードでパソコンに入れてたんですよねデータをで iPhone の 4K のファイルまあ30ギガぐらいなんですよね30ギガでその30ギガを、まあ、いつも僕動画をね、Air、iPhone で撮ったやつは AirDrop で マックにこう、こうエアドロップみたいな、w i f i でボーンみたいなねあの、転送するんですけど、30ギガは転送できなくて、<laughs> なんか何回やってもね、何回やっても、あのも途中で失敗しましたみたいな、転送失敗みたいな、どうしようみたいな。で、あのまあ、編集するんで <laughs>、どうしようもクソもないわけですよ。 もうとにかく iPhone にデータあっても編集できないんで、まあ、パソコンに僕は移動したいわけですよね。で、あ、そうだ、じゃあ、あの、ローカルでね、ローカルで、まあ、移動するしかないな、つって、ね、で、ローカルで最近移動してなくて、やり方忘れちゃって、調べてね。で、あの、ローカルでつないで、で、転送したんですけど、何が言いたいかっていうと、あの、 一つの、ね、方法がダメだったらその問題を解決するためにはあの他の方法も手段もあるわけですよ、まあ、例えば久保さんの事例で言うならばそのマージャン店が赤字マージャン店が赤字でしたじゃあマージャン店を黒字に転換するためにはどうすればいいのかっていう解決方法もあるわけですよでもそのマージャン店を黒字に 復活させるための手段が難しいとなった場合どうしたかというと久保さんはネットに来たわけですよねでそのネットの手段を使ってまあ今はね最終的に隠居みたいになってますけどだからその目的ですよね目的と手段っていうことでうんほとんどの人がんか目的がブレちゃう 手段は何でもいいんだけども、まあ目的がずれちゃうってところが非常に多いんじゃないかなと思うんですよ。なんか、稼ぐことが目的なのに、ノウハウを買うことが目的になるみたいなね。<laughs> 稼ぐことが目的なのに、ノウハウを買うことが目的になっている、もはや、みたいな。<laughs> うん。だ昨日、その、福岡で撮影してきて、で、あの、なんだろうな。 あベンツもね、撮影してたんですよ。ベンツも、おベンツも。納車されたんで、鷲津さんが。もし鷲津さんが稼ぐことを目的ずれてたら、多分、今ないでしょうね、うん。僕の塾に入ることが目的になってたら。もちろん最初はね、ほとんどの人が稼ぐことが目的で塾入ったりとかね、うん、稼ぐことが目的で教材買ったりとかするは,はずなんですよ。だけど、いつの間にか目的が変わっちゃってるっていうね。 <laughs> そう稼ぐことが目的であるならばやればいいだけなんですようんもちろん手段はね変えてもいいんだけどもなんだろうな、うん、そこは変えちゃいけないですよねノウハウを買うことが目的っていうものにあの変えちゃダメですよねうんそう例えばなんだろうなうん YouTube、今のそのスマホの話、動画の転送の話でするならば、ん、別にその顔出ししなくても稼げるわけですし、顔出しができない、じゃあ、顔出しせずにね、じゃあどうすればいいのかって考えてやればいいだろうし、うん、なんかその、なんか一つ一つのことでもね、 このどなんなかファイルを転送するっていうただ一つのことなんだけどもその一つのことでも手段はいっぱいあるよっていうって話でそうなんかその情報ビジネスに関しても昔からねまあ、これを昨日かお問い合わせあったんですけど、まあ、そこに対して Q&A で回答したんですけどなんか情報商材は終わったみたいなね情報商材はうさんくせみたいなもう10年前もあったしね なんかでも売れるんですよ売れてるんですようん手段を変えても売れてるし僕のやり方っていうのは多分新しいんですよ <laughs> でも売れてるんでうん大事なのは目的をぶらさないってことじゃないですかね人生の目的ですねうん人生の目的って何ですかねあなたの 行ってらっしゃい。